動物の楽園と言われ世界遺産として観光でも人気のある南米のガラパゴス諸島で再生可能エネルギー100%による電力供給を目指し日本や韓国が地元政府と協力して太陽光発電計画を進めています。うん おとよりもちょこっとこの番組に来てましたかねそんなニュース見ましたよなんて。1月7日火曜日のニュースです。共同通信によりますと、ガラパゴスで太陽光発電に日本、韓国が協力、環境保全に一役というようなね、うん、ねニュースが流れました。はい、あのね、えー、ガラパゴス諸島というのは、日本でも人気の有名なね、はい、えー、島です、諸島ですけれども。そういうことですよ。はい。 ここで再生可能エネルギー100%による電力供給を目指して日本や韓国が地元政府と協力して太陽光発電計画あそこで進めるというものなんですね。うんうん、ガラッパゴスでは2001年タンカーの座礁流出事故で海イグアナなどが大量死したなんてのきっかけに政府が化石燃料ゼロ計画というのを策定していました。うんうん、でもエクアドルだけでは 技術も、国だけでは技術も資金も足りないものですから、どっか協力してくれることって、とこありませんかいうことで、あの、いろんな国に呼びかけてたんですね。うんうん、それに日本や韓国が応じたというのが今回のニュースなんです。で、えー、日本は、あの、バルトラ島の空港近くに、だいたいおよそ8億5000万円をかけて太陽光発電装置を建設する予定ということなんだそうですね。 僕はもうすでに太陽光パネルおよそ6000枚を設置済みで、えー、2月から電力の供給を、電力の供給を開始するというようなとこらしい,です,いですね。はい。うん、まあ、あのー、日本や韓国はね、いっぱいガラパゴス好きで、観光客が行ってますので、うん、まあそういった関係もありますから、うんあ、ぜひ協力してね、再生可能エネルギー100%っていうのは達成してほしいなと思ったりするんですけれども。うんうんうん 今日はね、で、そのニュースももちろんなんですけど、このニュースなつはね、あの、もう一つ、あの、ニュース、ここ、まあ、い意外なつながりで、まあ、あの知ってる人にとっては意外でも何でもなく、うん、あ、そうだよっていう話なんだけれども、うん、えー、もう一個の方のニュースと言いますと、こちらなんですね。うん、どっからつながっていくかと言いますと、さて、このガラパゴス諸島なんですけれども、うん、一体、さっき私ちらっと言っちゃいましたね。うん、南米のどの国なんでしょうか。 エクアドル。ああ。ちょっと最近よく聞くよ。そうなんですその国の名前は。あの、この、だからさっきのね、ガラパゴス諸島とか、うん、まあまあ、あの、今回ね、その電力ので協力するよ、みたいな話と、裏腹というか、ちょっとこう、目、うん全然違うな、いう感じがしますけれども、うんうん、エクアドル。そうなんです。え、今日もニュースにありましたけれども、うん、うん、去年末にね、 起こった事件頭に浮かびますよね、うん、新婚旅行中の夫妻が強盗に襲われて夫が死亡妻は一命を取り留めたというところで、うんえー、夫妻タクシー拾って乗ったところタクシーの後をつけてきた8人以上のグループに銃撃されたと見られております、うん、タクシー運転手が犯人グループの手引きをした可能性もあると見られているということでこのニュースでね、うん、ちょっとこうキーワードになったのが特急強盗、うん、という言葉でしたね、うんうん、タクシーなどを使っ 誘拐や強盗などをする犯罪で、この特急強盗っていうのが今、ここのエクアドルでは増えてるよという、そんなニュースとなりました、うんうん、さあ、そんなガラパゴス諸島もあるんだけど、特急強盗もあるというエクアドル、どんな国か、うんうん、南米大陸の北西部にあります、北がコロンビア、ひ東と南がペルー、お隣さんの国はそんな国。うんうん はい。面積は28万3560平方キロメートルということで、日本の本州と九州を合わせたよりちょっと広いぐらいだそうです。人口1362万5000人、公用語はスペイン語。うんうん、国の名前のエクアドルっていうのはスペイン語で赤道を意味するそうです。うんうん、はい。あの、首都はキトというところなんですけれども、うん、ここが一番大きいかというと、最大の都市はグアヤキルという、今回事件があった都市、うんうん、グアヤキルというところです。うん、はい。 で、え産、ー、業はバナナとかコーヒーなんかの輸出が有名で、うん、エビ、マグロなどの海産物や天然ガスなどの資源も輸出しているという、うん、そんな国ですね。政治としては大統領を原始とする、えー、共和制国家。うん、はい。で、隣の国はコロンビアのコロ混乱の影響で、コロンビアの反政府ゲリラ組織などが影響してくることが多いため、警戒が強められているとい、うんまあ、そんな関係もあるんでしょうか。都市部の治安は良くないと。 ね。今回言われてますですよね、うんの。この特急強盗っていうのは週平均3件の割合で今発生しているそうで、うん、12月16日にも被害にあった現地の女性が死亡したっていうニュースがあったばかりだそうで、突発的に今回初めて、あーって怒って、ってびっくりするような、うん、そんなこと、まあ、びっくりはするんですけど、よく怒ってるというところでは、そうびっくりするということでもないということなんだそうですね。外、うん、外務省の海外安全ホーームページでは エクアドル国内のどの地域も渡航の延期をお勧めします、渡航の是非を検討してくださいという、まあ、積極的に渡航を進める表記はなくて、注意書きもとても多いと、今回の,あの事件も、もう全くこういう事件がありますよって、あのそれそのものみたいなあの例を出して、注意喚起なんかも呼びかけていたということなんですね。うん やっぱり、あの、ガラパゴスに当たりたかったんですかねそうです。そのどうですかだったんでしょうか、ね、なんでで、その話を聞いて、うん、そんな治安の悪いところでわざわざエクアドルってなんでそんなところに観光行くんだろうって思った方もいるかもしれませんけれども、うんうん、そうなんですガラパゴス諸島という観光としてとても人気の島があります。うん、それからアマゾンもあるので、アマゾン体験ツアーみたいなものも結構人気があったりなんかして。力、うんうん、もアマゾン行けるんだ。 うん。っと待特にガラパゴス諸島に皆さん行きたいって思われた方結構いると思うんですけど、でガラパゴス諸島に行く、あそこに行くと、うん、い,いわゆるあのもうあの、なんていうか、あの文化から切り離された、うん、自然の島に行くって思ってるので、うん、治安が悪いとことか、強盗に遭うとかってあんま考えないでしょ、うん、でそこに直接行くような気分でいるんですけど、うん、ガラパゴスに行くには、今回、事件があったグアヤキルか、首都のキト、どちら 空港を利用しなくてはいけないので、うんうん、必然的にガラッパゴスに行く人は、は、まあ、通るという意味合いなんでしょうけれども、行かないといけないん、ね、だそうで、まあ、行ったらばそこでもちょっと遊んでいくかみたいなこともあるかもしれないし、うんうん、そことがなかったとしても、とりあえずそこに行くわけですね、うんはい、だからあの、ちょっとこう、なんていうの危機意識みたいなものがうっかり抜け落ちるっていう可能性って、ほら、うん、なー なんかありそうでしょう。行った先の、うん、あ目的地のことはいろいろ調べるけど、中継するようなところのことなんかはね、はい、あんまり調べなくてね、目的ではないわけですからその途中でまあちょっとフラット歩こうかっていう時に、はい、こういうことがあるわけかもわかりませんね。そうですね。うん、だからエクアドルっていう国一つでもそのガラパゴスのあの。 ね動物植物の楽園って言われるのんびりしたイメージと、今回のこの、ね、あのー、特急強盗みたいな治安の悪いね、イメージとっていう、本当にあの、表裏一体の部分っていうのがあまりにもこう、かけ離れているので、そこのところはちょっとこう、私たちも、 チェックしないといけないんだなっていうふうに思ったりなんかもしましたですね。すねあの逆にやっぱりエクアドルのコリア大統領はそういったガラパゴスとかとってもいい観光資源を持ってるわけですアマゾンとかね。で、観光にも力を入れていきたいのに、この残忍な犯行っていうのはそういった 観光国としての地位を築くために払われてきた努力を本当に無駄にしたっていうふうに述べたと言われております。日頃からそういう治安に対してのね、はい、行政的ないろんなこともね、うん、本当にやっててほしいですよね。そうですね、うん。これ本当にね、あの、ガラパスの中であんま行かないところでしょうけども、ここがあるためにみんなやっぱり行きたいし、はい ダーウィンのいろんな本を読んだりとかね、うん、えー、ガラケーってなんでガラケーない、ね、ガラパゴス系その名前が付いたりなんか。あ,あ、そうか。あそこは独自の生物の進化があるのかっていう。ほら、行ってみたいですよ。<ー>そしたらここへ通らないといけないと。はい、まあ、この乗りもし行く人はもう、ここへ着いたらホテルから出ずに、次のもうガラパゴス渡るためのこの乗り物に行くまではもう、ど、一歩も出ないと。 いうぐらいの気持ちやななとわかかかん,かもからんなね本当は、ねあの、このガラパゴス諸島自体もさっき言ったように、その自然環境っていうところでも、そのガラパゴスが人気、それがゆえの人気っていうところの自然環境みたいなのも、ちょっとこう破壊されてきてる部分もありますし、うん、でさっき言ったその人間社会の環境みたいなものは、エクアドルの本土のところでかなり問題になってます。うん、本当とか どっちもそれがなくなれば安心して楽しい観光がね、うん、できるんですけれどもね。うん、はい本当に残念なひどいニュースだなと思いますね。うん